前回のデュース時、このネタ前の案件でもやってただろ。とある休日、釣りに出かけるものの、一匹も釣ることができなかった私たち。夕飯のおかずがなくなってしまったため、満足となり食料を奪うことにしました。法律国家とは思えない暴挙。鍛えた兵士で勝ちまくり、仲間を増やして次の領土へ。果たして、私たちはお魚をゲットすることができるのか。急に世界観がサザエさんになったわ。ということで、バイキングライズの実況パート10やってくよ。2進数でサバ読むのやめろ。とまあ前回は、このゲームの簡単な説明と、クランを作ったところで終わりましたよね。一応今回開催して錯覚について、軽く説明しておくと、視聴者さんたちも満足になってもらって、一番悪いことした役に商品をあげます。はい、犯罪調査。ここの上にある戦闘力を、どれだけ上げたかの勝負ですね。領地の発展や戦闘、育成など、ゲームを遊んでけば自然に戦闘力が増えるので、何も考えずに、暇さえあればポチポチするだけでももう満タイ。ちなみにこのゲームやりすぎて、直近の動画投稿が遅れそうになりました。罪なゲームやでほんま。なんか気づいたら、立ってた新しい施設も紹介。占いもやって書いてあるけど、私スピリチュアルなもの信じないのよね。ブーメラン刺さってますよ。知らない間に会議する場所ができてて、話し合いが始まるみたい。お前マジで何にも知らないじゃん。録画外でも結構プレイしてたし、多分その時にでも立てたんでしょう。ワールドマップを開くことで、領地の外の物資の確保や、敵への攻撃も可能。ということで早速、自陣の近くにいた部隊に喧嘩を売りたいと思います。こいつの近くでキャンプしてたのが運の尽きだったな。ワールドマップでの戦闘も、オートで進むので難しい操作は必要ありません。とまあ、なんやかんやで結構部隊も栄えてきたところで、そろそろ自分がリーダーのクラン、ミゾレッコ軍の様子でも見に行きますか。この時に3日ログインできなかったので、クランのみんなと会うのは久しぶり。きっと感動の再会に、涙し歓声が上がるんだろうな。なんかクランのリーダーから降ろされてるんだけど、自分らが知らない間に、下克上達成しててくさ。見て見てなんかドラゴンがいるんだけど、西洋世界のファンタジーといえば、ドラゴンは定番ですからね。慎重になれって言われてるし、まだ適正レベルじゃないでしょ。ゲームのセーブデータを消す前みたいな最終警告来たけど、たまーに勝てる時もあるし、玉砕覚悟で突っ込みましょ。完璧で究極の根性論来た。こんな奴に突っ込まされる、兵士たちが不憫でなりません。あれ、なんか買ったんだけど、このゲーム、プレイしてる本人でもよくわからないことが多すぎる。そこにドラゴンの死体あるし、急いで剥ぎ取りしなきゃ。そんな機能はありません。激凛こい激凛こい、案件動画で、別ゲームを匂わせるような発言は NG。せっかくクランに入ったんだから、メンバーとも協力して遊びたい。そんな人は、クランメニューの中の戦争を選べば、一緒に戦うことができます。味方がピンチだったり報酬が欲しいときは、ぜひこのボタンから合流してみてね。なんか気づいたら、自分のクランがなかなかの王女隊になった件について。すげえ、この青い白マーク、全員同じクランのメンバーなんだ。近くに集まってない人も含めると、だいたい40人ぐらいいるみたいです。東京で Google マップ開いてコンビニで検索したら、だいたいこれぐらい出てくるよね。それは場所によるだろ。現在クランの領地を拡大するため、クランフラッグの建設地に移動中。ここのクランフラッグ作り終わったら、永久に私の土地ね、令和に蘇った根伝永年資財宝。でもこうしてみると、いろいろなクランがあるんだなって。ちなみにうちの隣国の SH50 というクラン、単体でも強いのに、サーバー上位のクランと同盟結んでるのでめちゃ強いです。なんかのきっかけで攻められたら、一瞬で火の海になりそう。うちの優秀なクランメンバーが締結を試みたけど、うまくいかなかったとかなんとか、今のところ、何もかもクランメンバーに任せきりじゃねえか。ということで、ランキング最終日にこのクランの思い出作りとしてのイベント、隣国襲撃イベントを行いたいと思います。思い出作りで攻撃される隣国が哀れでならない。あれ、でもお隣って、めちゃくちゃ強いクランだったんじゃ。さすがにそこに攻撃しても勝ち目ないので、まだ勝てそうなクランを探して狙うよ。勝てる確率が低い勝負を挑むなんて、愚かな人がやることだからね。1分半前の霊夢さんに聞かせたい言葉ナンバーワン。ということで、突撃マーカーもつけたし襲撃の準備するぞ。今回対象になったクランの皆さん、大変申し訳ございません。偵察をすることで、相手の大まかな戦力がわかるから、戦う前にはしとくとくち。偵察用の鷹を飛ばしたけど、220キロ先から来るから時間かかりそうだな。日本野鳥の怪撃どっかし。っていうかこの鷹、分速100キロっていうとんでもない速さなんですが。偵察が終わると、こんな感じで相手の情報が確認できるように、資源を奪いたい場合は、相手がどれだけ持ってるかをあらかじめ確認しといた方がいいな。襲撃要請をかけて、ひとまず自分と一緒に襲撃しましょう。メンバーも集まったんで、めちゃ大人数で相手クランに突撃。複数人で突撃すると、こんな感じに見た目も変わるんだな。自分がリーダーだから、矢倉に乗って快適に移動できる。多分相手クランに着いたら、敵陣地のど真ん中に置いてかれるぞ。呪いの木馬みたいな使い方すな。さすがに竜歩すぎて、時間がかかりすぎたのでカット。自分一人だと怪しかったけど、さすがにこの人数は厳しいはず。数の暴力って恐ろしい。今回は物資を奪っただけだけど、クランの本拠地やフラッグを襲撃し、クランの存続をかけたガチの抗争が起こることもあるみたいだな。そうならないためにも、周りのクランとのコミュニケーションも大事そうですね。最後に、今回のランキングイベントの結果を発表したいと思うんだけど、
その前に、尺が足りないからガチャ引くぞガチャ。案件動画の花、ガチャシーン。なぜか録画してないタイミングでガチャ回してて、最高レア引いたけど許してくれ。YouTuber あるある、録画してないタイミングで神引きしがち。最高レアじゃないけど、一個下のレアリティが出た。左のストーリーを読むと、そのキャラの大まかな生き様が見れるの好き。本当はここ、ずっと黙って尺を稼ぎたかったけど、さすがに許されないかなって。ちなみに今回、ガチャで出たキャラじゃなく、最初に仲間になったキャラでストーリー進めましたが、問題なく進められたんで、レア度関係なく自分の好きなキャラを育てることをお勧めします。ただ前回の動画でもすでに話したけど、キャラのレベルアップに使うアイテムは、序盤だと意外と手に入りにくいので、レベルアップするときは、よく考えて使った方が良さそうだね。初期キャラに育成アイテム全ぶっ飛して、他のキャラ育成できなかった私たちからの忠告だな。とまあ、最後に今回のランキングバトルの結果発表といきましょうか。開催期間は2週間。この短い期間で、一体どれだけ戦力を上げることができたのか。今回の商品をおさらいしておくと、こんな感じ。イベントの商品対象者には、ゲーム内で運営から連絡が来るとのことなので、こまめに確認の方、よろしくお願いします。それじゃあまず、20位から6位まで。数が多いので読み上げはできませんが、皆さん商品おめでとうございます。ちなみにそこそこプレイしてた私たちでもここのラインなので、レベルの高さが凄まじいです。途中ログインしてない時期があったとはいえ、ここまで差がつくとは正直驚きだぜ。そしてここからは、惜しくも3位入賞を逃してしまった、5位と4位の発表。5位、エルルさん、4位、ニラヤマミノさん。おめでとうございます。戦力90万でも十分すごいのに、ここからさらに一桁上がるっていうのか。ということで、ここからはトップ3の発表です。3位は約120万戦闘力の、夏目空さん。自分の最終戦闘力の6倍ぐらいあって、めちゃくちゃビビってます。3位の方には、Amazon ギフトコード2000円分が贈呈されるので、ぜひ使ってほしいな。2位は、約180万戦闘力の、MGR03 さん。もし読み方間違ってたらごめんなさい。Amazon ギフトコード3000円分、おめでとうございます。そして今から、栄えある第1位の発表。戦闘力は、まさかまさかの200万超え。ヒロナギさんが圧倒的なパワーを見せて VGT に輝きました。最後のクラン襲撃の時も一緒に突撃してくれたり、戦闘面で何かと助けられた印象だな。優勝賞品の甘ギフ5000円分で、ぜひ好きなもの買ってください。とまあこんな感じで、計2回のバイキングライズの動画はここまで。ストラテジーゲームは普段あんまりやらないけど、ストーリーに沿って進めてれば、自然とゲームが楽しめるというのはとても良かったね。もしプレイしてみたいと思ったら、ぜひ概要欄からダウンロードしてみてほしいな。それでは、今回の動画はここまで。チャンネル登録と高評価、Twitter のフォローなどもよろしくな。また次回の動画で、お会いしましょう。